よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行く。よし、着いたぞ。皆さん、どうもお疲れ様です。それでは、報告を受けたまわりますね。さすが皆さんです。ランクアップですね。おめでとうございます。特典の品もすぐにそちらにお届けしますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。戦闘終了。やれやれです。
ここなら釣れそうだな。それ。よーし、大物だ。
気に行くぞ。オーケーか。今だわ。みんな反撃に。そこだ。行きます。リカバーこれしないと。俺の番だ。私の番ね。おっしゃ。そこです。これで一安心。やっと着いたか。ああ、最上階だ。でも、キーヤちゃんもアリオスさんもいないみたいだけど。前に訪れた時には気づきませんでしたが、あの光っている大鏡の奥に隠された空間があるようです。本当か？はい、かなりの霊力が渦巻くよう流れています。おそらくそこが終点かと。そう、どうやらなんとか追いつけたみてえだな。ああ、みんな装備の確認を。絶対にキーヤを取り戻すぞ。ええ、はい、合点承知だ。
行くぞ。行くぜ。ほらよ。行きます。リカバーしないで。任せてくれ。お疲れ様でした。ランクアップですね。おめでとうございます。新たな隙間を感知。フランさん、データを送ります。はい、出ました。クロスベル北西エリア、マインツ山道中間地点です。マインツ方面か。行動できるエリアが広がるな。まあ向こうもこちらの動きにそろそろ気づいていそうだけど。マインツ方面といえば、ヘイユエとは異なる勢力がレジスタンスをしていたはずです。何でもリーダーは
国防軍の現状に異議を唱えた元警備隊メンバーだそうですが。そうなのか。てっきり全ての隊員が国防軍になったと思っていましたが。まあ無理もあるまい。警備隊に甚大な被害を与えた赤い星座が大手を振って動き回っているくらいだ。その欺瞞に耐えられないものが出てきても不思議ではなかろう。それじゃひょっとしてお姉ちゃんも。いや、残念だけどそれはないと思う。ノエルは全てを飲み込んだ上で今のクロスペルを守るという道を選択した。その決意を簡単には曲げないと思う。そうですよね。お姉ちゃんって本当に強くって不器用ですから。フランソ、まあいずれにせよそのレジスタンスってのにはコンタクトしておきたいね。場合によっては兵ゆえともども力になってくれるかもしれない。なあ、とにかく降りてみよう。そういえばリーシャ、その前にウルスラ病院に寄っておくか。え、イリアさんは君にとても会いたがってたよ。いろいろあるとは思うけど元気な顔を見せてあげたらどうだ。いえ、やめておきます。私はまだイリアさんの前に胸を張って立てませんから。せめてクロスベル氏を解放してアルカンシェルを取り戻すまでは我慢させてください。そうか。もどかしいですけど気持ちはわかる気がします。ごめんなさい。あ、もちろんご用があればウルスラ病院に行くのは構いませんから。私はその病院前で待たせてもらいますけど。ああ、わかった。それにしてもリーシャ、やっぱりこちらがすまんだな。